ブラックサマー、ゼットネーションガイデンは2019年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。2014年から2018年に再イ,イで放送されたドラマ、ゼットネーションの前日短となるスピンオフシリーズでゾンビが猛威を振るい週末へと向かう世界を描く。企画、制作はカール・シェイファー、ジョン・ハイアムズ、出演はジェイミー・キング、ジャスティン・チュー・キャリー、 クリスティーン・ディーなど、2019年4月11日にネットフリックスオリジナル作品として全世界へ配信された。本作はシーズン2への更新が決定している。ゾンビが猛威を振るい始めて6週間後、ローズは娘のアンナと離れ離れになっていた。娘を探すためローズは見ず知らずのものと力を合わせて決死のサバイバルの旅に出る。 2018年7月19日、ネットフリックスが本作の制作を発表した。Z ネーションのエグゼクティブプロデューサーのカール・シェーファーとジョン・ハイアムズがショーランナーを務め、撮影は2018年7月23日から開始された。2019年11月20日、ネットフリックスは第2シーズンへの更新を発表した。 本作は批評集積サイトの6点トマト図に17件のレビューがあり、批評価支持率は76%、平均点は10点満点で6.0点となっている。ありがとうございます。